ね、昨日誕生日だったんですけど、その子の敬語でお送りしていただきます。確かに出た。鮮やかな空を見ていた、通り過ぎてゆく人の中で悲しい。本当に君を守れるか、空を見て考えてた、君のために今何ができるか、忘れないでどんな時もきっとそばにいるから、この場所で同じ風に吹かれて同じ時を生きてるんだ。自分のこと大切にして、誰かのことそっと思うみたいに、切ない時一人でいないで、遠く離れていかないで、疑うより信じてたい、たとえ心の傷は消えなくてもなくしたい、知り合おう、いつかいつの日か見つかるはず、一番大切なことは特別なことではなく、ありふれた日々の流れ、君を今の気持ちのままで見つめ、ずっと